演舞開演。どうも、本日はこちら大地の旬という緑茶を飲みたいと思います。こちら以前紹介した深蒸し茶と同じメーカーさんが販売されているお茶なんですね。というわけで期待が持てそうです。音からするとおそらく粉末。開封。やはり予想通りの粉末でした。なのでまずは一旦移し替えます。はい、移し替え終わりました。というわけでまだまだ急須がないのでティーポットに入れて、お湯を注ぎます。では入れ終わるまでしばしお待ちください。入れ終わりました。やっぱりちょっと薄い方の気もしますが、まあいいでしょう。では注ぎます。いい緑色ですね、やっぱり。では飲んでみます。やっぱり日本茶はこうでないと。先日の深蒸し茶と同様、苦味は薄めでさっぱりとした味わいで、とっても飲みやすい緑茶でした。苦いのは苦手という方にもおすすめできますね。これと和菓子が合わさればきっと最強だと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。